手がきつくなりそうやけど、一旦今日はお話し会で、お話し会です。お話し会 in インテックス大阪、イエーイ。今日は浴衣の日です。見える？キラキラキラ、花いっぱいの花つけてる。なんかの拍手。そう、浴衣こんなやつでした。なんか写真で選ぶときは白と、これ白でもなんかショールームで見たら白く見えるね。白かと思って大人っぽいなと思って選んだんですけど、よく見たら薄ピンク、薄ピンク色でした。でも可愛い。ストライプと花です。ありがとうございます。机が加わりました。これさ、置きたいの絶対に置けない。まあ、いっか。置きたいな。ちょっと待ってて、ちょっと待っててください。あの立てかけるやつを取りに行ってきました。確かにインテックスで倒れてしまったらこんな感じです。寝転がったら全身見せたいな。ちょっと距離がないから。こんな感じ。帯もピンクくて、メイクもね、ピンクメイクにしました。鼻もピンク。盛り上がってる。なんかめっちゃ、なんだろう、今日は大阪で、なんとですね、差し入れでさっき届いてたんだけど、ククルのたこ焼きと、あと551のやつをいただきました。イエーイ。しかもストーリー載せたんですけど、一人一人に1セット1人前を用意してくださってて、めちゃくちゃ嬉しい。あ、豚まんだ、豚まん、めちゃ嬉しいです。楽しみ、ワクワク。浴衣今年初めて来ました。はい、楽しかった。ありがとう、ありがとう。超楽しかった。あと一部あるんですけど、今は夕方休憩みたいな感じでございます。
あとは今日はラスト一部残ってる。本当にあっという間、なんかオンラインが7時間だよね。7時間とサイン合わせたら8時間やってるから、リアルは6時間だけなのでめっちゃあっという間です。これさ、配信で見たら白に見えるね。かわいいこの浴衣、ピンクだと思っとらんかったけん想定外だったんですけど、今日見た時でもめっちゃ可愛くてお気に入りです。浴衣しんどくない？あ、なんか今日はまだしんどいと思ってないし、聞いてください、なんと今日まだ寝てないんですよ。私休憩時間とか10分休憩とかでも普段寝るんですけど、お昼寝必須なので、今日は浴衣もあってかアドレナリンがガンガンで全然眠くなくて寝てないですね。そう、覚醒してる覚醒しております。それは良きこと？いいことか悪いことか分かんないけど、なんかそれぐらい覚醒中。えい、そう、あれ載せました、フィルムカメラのアプリで撮ったやつ。今日ね、あの浴衣だったからめっちゃ入り時間が早かったんですよ。始まる、何時間前？ 2時間半前ぐらいに会場入りして、なんかそれぞれさ着付けも準備があるし、ヘアメイク、あのヘアもしていただくから、準備があるから長く撮ってくださってて、時間を。最近最初に朝超写真撮りためしたんですよ。いっぱい写真撮ったけん、これからメールとかツイッターとか載せます。マスカラ白つけてた。あ、そう、なんかあれ本当はマスカラ下地なんですよ。でマスカラ下地で、でその上に茶色のマスカラつけて、今日は茶色にしたんですよ、ピンクメイクだったけ。でもメイクさんから目尻だけマスカラ白にしたら可愛いんじゃないって言われて、やってみようと思ってやりました。今もねちょっと配信では分かりにくいけど目尻が白です。初めてやった。なんかアイラインでさ目尻白とかはすなんか流行ってたけど、マスカラでは初めて。浴衣嬉しい、ウキウキ。4年ぶりに近くで見れた。え、嬉しい。なんかさ本当にコロナ禍明けてから初めて来たって方が結構いらっしゃって、今日数年ぶりですって人が多くてね、エモかったし嬉しかった。ラストの部門楽しみ。今日は差し入れでラムネと綿菓子をいただいて、それを展示してます。差し入れ展示してるレーンの机に。なので最後の部来てくださる方はそちらにも注目してください。そう、夏祭りっぽいなと思って。しかもね、綿菓子、昨日東京で撮影だった時に差し入れで綿菓子いただいたんですよ、京都の。そしたらまさかの偶然今日の差し入れもその全く同じ会社の綿菓子で、なんて名前だったっけな、でもマジで美味しいんですよ。マジで綿飴の常識を覆されたというか、綿飴って大体同じどこの
同じぐらい美味しいイメージだったんですけど、そこの綿あめはなんか抹茶味とかあって、抹茶の粉が入っとったり、なんか液体みたいなのがちょっと入っとったり、めっちゃ美味しくてね、また食べたいってマジで思ったの。そしたら今日偶然それだったから超嬉しかった。あ、来た。置く？一緒に置けるかな。なんかこうやったら置けそうじゃない？あ、本当だ。サラちゃん、サラちゃんだって距離感、うん、すごい。何これ、何これ、え、なんでないの、え、なんであるの、言ってない、言ってないんだよ。あり、これだよ。え、何これ、え、やりたくない。なんであ、これコメント設定、うん、あ、あったね、それだよ。へー、初めて知った。わ、そこをやっとったら、うんうん、なんか流れずにずっと上にそれが出てるってこと、うん、何のコメント設定してんの。受付中です。え、そんなんできんの、え、あ、そういうこと、うん、え、初めて知った、固定コメント。ちょっとさ、マジでさ、ついててない、うん、知らんこと多すぎてさ、本当にびっくりするもん。サラピに教えてもらうこと多い、めっちゃ。なんかも知らんか、あ、メールか。あ、そうね、うん、何でも知らん、マジで古い人間。え、あれ可愛かった。何、フィルムカメラ、え、ね、うん、あれね、可愛かったけどね、うん、早く乗せたくてね、乗せた、うん、もうまだ終わってないけど乗せた、可愛かった。あれめっちゃいい、あれ撮ってあげるよ、フィルムカメラで、うん、撮って、偽フィルムカメラアプリ、あ、偽、あ、そうそう、そうアプリ、あれいい。あ、そう、この方、インスタの中の人です。です、チャートリの運営です。イエーイ、マジ心強い。あ、なんかいろいろもうね、あのプロフィールのとこの、うん、タイタン、ダサいハートとか消した消した消した、めっちゃシンプルにした、うん、いい しあの早速、うん、あ、ストーリー、ストーリーね、あ、載せた、めっちゃいい。え、でもマジで、うん、あえて一番最初に載せんかった。あ、そうなの、言われるんよ、ちおちゃんばっか載せるんでしょ、言われるけ、言われそ う, そう、あえて違う人出した、うん、で、この前もね、生写真撮影の時に、あ、そう、いっぱい撮りだめたんで、サラピカメラマンがマジお宝写真いろいろあったよね、うん、なんか本人たちもあんま載せん感じのやつ、うんうん、楽しみに、皆さんチャートリのインスタもフォローしてください。なんかアクシビティみたいなやつあるじゃん、うんうん、あれが、うん、なんかどっかこうなっとって、うん、もうずっとこうなんよ、でサラが乗せた日にゴーンってなっとった、みんな見てなかったやと。そうよね、めっちゃこうなっとった。だってなんかメンバーのはさ、みんなフォローしちゃってもさ、うん、チャートリフォローしてない人、うん、絶対フォロー増えとった、ちゃんと、ね、嬉しい。あとでストーリー載せよう、載せて、はい、だけ聞いたん、これどっちが上か。そうね、そう、でもまあ、ちゃんと漏れとる方にした。あ、そう、分からんかったけ、まあ、特にないよ。でもそう思って、うん、どっちなんやろって思ったんよ、うん、でチャートリの集合写真、うん、なんかの周年で撮ったやつ、うん、こっちだった、みんな、え、そう、なんかいつもやりにくいなって思ったよ、うん、こっちの方がやりやすくない、こっちなんかさ、うん、え、こっちがやりやすい、嘘、え、右利きやろ、うん、一緒よね、こうやって、うん、あ、こんなもんか。でも言われてみれば、そう、え、けどっちかなってずっと思っとった。ちゃんとフォローしてください、お願いします。みんなが配信してるね、いっぱい行った。今休憩時間か、休憩時間ね、あれ羨ましくない、うん、あのさ、カメラのやつ、研究生、あれ、うん、うん、思ってない人の反応よ。え、だってさ、カメコタイムみたいな感じやろ。あ、まあまあ確かに、あのめっちゃ画質いいのが来るんやろ。え、だってさ、あのカメラもいいし、人によるんじゃない、一眼とかもいいんだって。へえ、よくない、めっちゃ。確かにそれは良い、やってほしい。うちらなかったけんね、すごい、ニヒなんてマジで何もなかったからね、確かにね、
マジでなかった、うん、コロナ禍だったしね、めちゃくちゃ。すごい、副リーダーってことでいいんですかって聞いてた。もう副リーダー、あ、そのチャートリーの、うん、というかもうリーダーリーダーみたいな。よろしくお願いします。めっちゃ SNS 担当です、うんうん、心強すぎ。SNS 担当です。サラペのチャートリー、インスタ楽しみ、マジでボセリオン、影のリーダー間違いない。やらせていただきます。次のあれ出ないんだっけ。出ない。7月は出る。おう、7月は出る、楽しみ。でもいちいちそうログインしてないけんちょっとめんどくさいね。ログインしよう。えけちゃんと言ったよ、あのもしなんか誤爆とかあっても私じゃないんで私じゃないです。そうね、ログインしてないもんね。私ログインしてないんで、うん、そしたらもう某スタッフ、私じゃありません。ね、盛り上がってる。何してるの。生誕系。あ、今日もうストーリーサラの携帯で撮ったのをスタッフさんの携帯にエアドロップして、そっからスタッフさんの携帯借りてサラが載せた。大変大変やね、これからね。ちょっと嬉しいわ、固定知れたのこれ。うん、そうだよ。あれかと思った、あのコメント選べるみたいな。ああ、そういうこと。違う、YouTube みたいな。あ、そうそうそう。え、違う、あのあれよ、なんか自分がコメント考えてみたいなやつあるね。それ勝手に、え、それ勝手になってるんですか。あれはなんかこんにちはみたいな。あ、うんうん、あ、設定ってこと。うん、あ、設定できるよね。できる。千代さん、こっちの方が可愛いよ。こっちの方が可愛いよ。いや、こっちの方が可愛いよ。やだ、こっちついたくないもん。こっち？うん。それ何もしてない。え、してるしてる。嘘。めっちゃちょっと。うん、ね、超自然。これさ、フィルターついてる？え、フィルターつけてるよ。え、これ何もフィルターつけてないの？うん、ちょっとついてる。北海道。北海道っていう名前のフィルター？北海道。私なんだろう。マイク。あ、え、つけてないじゃん。嘘だ。いや、私つけてないよ。ほら、本当だ。北海道。白くなるよ。え、あ、北海道ちょっとつけてるの。今日はこの会場が、家ではつけてないけど。私これオリジナルだわ。こっちじゃ、あ、わかった。これの、うん、あ、これだよ。あ、これ？うん。それいらん絶対。え、やだ。ほら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 、いらん。やだ。それはいらんよ。やだ。え、だって。やめて。ほら、いらん。ほら、絶対こっちがいいよ。ね、私のさ、美白がさ、いや、人間の色じゃない、偽の美白だったってバレたじゃん。違う、これ、いや、わかるやろ。これで、うん、これぐらいでいいじゃん。あー、まあまあまあ、まあ、いいかも。あ、いいかも。ほら、あ、一緒になった、なんか、うん、ほぼ一緒になった。たまちゃん楽しそうな、ちょうちゃん。たなっちおもろ。すごい、北海道って名前だったんだ。そう、なんか他のは全然読めんけどさ、うん、北海道だけ読めるくない。あ、グレイやろこれ。あ、これグレイ、うん、あ、フィルムや。フィルムキュートキュート。あ、え、ほんとだ、キュート。え、これキュート、キュートだよ。違う、あ、そういうことね。キュートじゃない、この色。読めるよ。これちょっと可愛くない？ああ。ああ！変わる？大変失礼しました。あ？変わる？何よ？あんま変わらん気がする。あ、これ？うん、で下げた、ちょっと。ああね。え、ダメだよ。え、違う、ここまではやらん。ここまではやらん。加工感が出る。確かに。増してるんですけど。だってこれ自然じゃない？うん、これさ、なんかエモくない？
エモい灰色のだけ、なくそう、新鮮。スクショタイムしようや。どっちから？今どっち見てる？こっち見てる。なんだっけ？これ。あ、これ。これしかやってない。マジピリこれしかせん。うん、また同じようなポーズしかせん。なんかし、あ、これですよ。縁やない、縁じゃないですか、終わった終わった終わった、うん、私あと1個。何何何ねえ、たこ焼き来てたよ、知ってる？551とでしょ、うん、リクロー来ないって言ってた。悲しい、王子、リクロー王子食べたかった。クックパッドの帰りもさ、いつも空いてないけん買えん。え、それさ、昨日知った。え、なんか大阪のメイクさんが近くにあるって、うん、空いてないよって。え、駅にしか知らん、どこかにどこのお店やるか知らんかった。え、でもどっかで見た。マジ、うん、どっかで見た、クックパッドの行きかなんかに。なんかいっぱいあるらしいのお店ね、地味に。ディクロ王子大好き、あったかい出来たてが食べたいね、マジで食べた。え、でも冷やしても美味しいし、あ、凍らした後が好き。え、凍らして食べたことない。凍らして、あの、何日か経ってさ、凍らすじゃん、うん、で、食べる時にチーンってして食べたらめっちゃうまい、うん、すごい、2だね、うん、めっちゃ好き。あと、みたらし、あ、みたらし団子、みたらし団子。確かに、クックパッドの2人だ。え、またやりたい。え、マジでやりたい、ね、うん、秋とか。この前春、夏やろうよね。ね、え、でもやってくれそうな感じじゃなかった？え、なんかね、うんうんうん、うちらめっちゃ乗り切れたら乗り切になってくれたって気がする。しかもなんか2人でね、イベントとかも、うんうん、やりたい、やりたいね、みたいな。夏、なんか夏のクックパッドってレシピがちょっと簡単らしいよ、うん、え、でもこの前思った、うん、めっちゃ簡単だって言ってた。冷しゃぶ、うん、私も昨日簡単だった。冷やし中華、きゅうり、手切りそうになってたやつでしょなんでしょ、見たもんマジでほんまに、うん、なんか、え、なんか思った、え、なんか顔じゃなくてこっち見とったよ、うん、こっち見とってそしたらこうやって、うん、やり始めて、うん、ほんまにあと 0.01 ミリぐらい内側だったら、はもう皮やられとった。マジで生まれて初めて包丁で切りそうになったって、うん、危なかった。クックパッドは切るの NG なんだよ。そう本当にクックパッドで気になっちゃうね。危ない、危ない、危ねえ、危なかった。夏ね、え、夏、え、なんかさ、屋台飯みたいないっぱい作りた。きゅうりきゅうり、いちご飴。え、じゃあ昨日の、うん、あの、多分みんなとは違う視点で見たおもろと思ったのが、うん、なんか東華さんとかフラワーフェスティバルとかあってみたいな、キュウリがあって、屋台にあって、ずっと食べたかったんですよ、うん、だから今日のキュウリで満たされる、嘘つけよと思って適当喋ってんなと思って絶対嘘やと思ってそんな、本当に食いたかったんだらそんなこの期間食べたいだろうと思ってめっちゃ適当喋ってると思って失礼しました、お見通しで怖いんだけどそんなことあると思ってめっちゃおもろかった。キュウリ、そう、先輩やなうん、マジでさ、もう私たち、ね、ダチ？ダチだよねダチなんだけど、なんかでもほんまにいいこと、なんか気がついたら、うん、もう全然敬語じゃないし、え、敬語の時あるないよね、チョさんマジでない、マジでない、マジでなんかチョさんない、気がついたらダチ、チョさんはないです ね、ないですね。てか今何時、え、大丈夫そう、
え、ありがとう。20分え、何時からだったっけ。 40? ああ、ありがとう。じゃあ大丈夫だな。多分40、そう、40な気がする。つける。確かに、さん付け、一応。え、そうだよ。せめてもの。え、でも、サラが完全に、てかほぼ敬語使ってないのは、アリちゃんと、まひなさんとチオさんだけ。え、嬉しい。だけ、本当にだけ。ほのたんは？あ、ゴリゴリタメ口。え、この前も、まひなさんと矢田さんと3人で、電話しとって、ウケる、仲いい。で、夜中になんか人生について喋っとって、で、気づいたら一番最初にサラが寝とって、で、起きたよね、起きたら二人とも寝とるのに切ってなくて、10時間ぐらいなっとって、で、まあいいやと思って寝たよね、で、起きたら矢野さんがおらんくなっとったけ、サラも抜けて、マイナさん起きたら一人やったらしい。悲しい。ウケる。すごい、寝落ち電話じゃん。そう、気づいたら、気づいたら寝とった。聞きたい、その3人の人生についての話。でも2人はやっぱ大人だなって思った。ほんま。チャ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 。うちおさんはマジで友達。うん、友達。波長がね。うん。マジ友達。どっか行こう。行こう。チャ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 。運転してよ。もうペーパー。え、でも、あの、命預けてくれるなら大丈夫、真剣に乗ってくるから。ほんまに？ちゃんと見る。うん、車来てるって、歩行者！そのさ、その大きい声で事故りそう。うん、でも運転したい、どっか行きたい。え、行きたい、ね、なんかちょい遠いぐらい。うん、どこだろうね。山賊。え、遠い。え、車で30分とか。え、30分は嘘だよ。本当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 。絶対1時間から30分ぐらいだよ。え、嘘だ。本当本当本当。マジで嘘。だって30分で着いたことないもん。え、あ、高速？え、分からん。高速とかある。でもバイパスじゃない？え、絶対。市内から3、40分じゃない？え、1時間。1時間はない。飛ばしすぎだわって言って。え、あれだよ。マップで、Google マップ。絶対嘘。え、本当本当。だってアリちゃんも全然いけるよって言ったもん。ほら、みんなが、いや、アリちゃんが言うのはちょっと信じてるかも。全然いけるよって言うの。アリちゃんが一番。山賊じゃないんかな、岩国。あれ、あ、岩国はそう、どうなんやろ。でも宮島ちょっと越すぐらいだよ。おい、ちょっとどころじゃないよ、マジで。でもマップで見たら、アリちゃんでも、あ、全然いけるねって言った。マジですごいじゃん。え、じゃあどこが近い？どこ？市内かな。うん、朝なんたらとか朝南区みたいな。どこじゃろ。まず市内まで行くのに、もう私は市内までたどり着くかもわかんないし、市内の道運転したことないけん、めっちゃ怖い。市内とか絶対。呉とか。あ、呉とか、あ、確かに呉とかいいね。いい感じの距離感。うん、確かに呉とかいい。しかも呉、おしゃれなカフェとかありそうね。レトロな。確かに路面電車がある場所がちょっと怖い。ああ、ね、確かに。え、免許取らんの？え、だって広島で取ってもって感じ。え、取れなよ。でも取ってもじゃない？広島に車。そっか。うん、有権取ってな。え、将来的には取る？え、人生的にはいるかなと思うけど。うん、そうだよ。まあ広島おる間は別にって感じ。はい、あ、さんね、めっちゃ運転できる自信ある。え、マジで運転できそう。めっちゃテキパキ。めっちゃ自信ある。しかもなんか自動車学校もすぐ卒業しそう。もうすぐ免許取りそう。え、結構行った？え、結構、え、普通、え、もう全部一発合格だったんや。でも、え、なんか普通に思っとった何倍も、授業とかある。あ、ちょっとめんどくさい。うん、めんどくさかった。でもさ、世の中の人のほとんどが持っとるって思ったら。あ、確かに取れるよね。取れる。でも一番最後のテスト筆記がマジでむずい。なんか早朝にカンニングしに行くみたいな
お金払うやつがあるんよ。カンニングしに行くなんか公式なカンニングみたいな、それ行ったら多分一発で行ける、賢い？別に普通。うん、でもバカでもない。うん、うん、じゃあ行けるんじゃない。そう、全部、ね、教えてくれるの。その日になんかこれはこうですよみたいな、なんか筆記のテストが何種類かあるんよ、うん、でその日に出そうなテストの種類を予想して、うん、そのテストの答えをもう全部もう暗記、優しい先生みたいな感じがこうもうテスト出るよみたいな。あ、うんうんうん、あ、マジでそんな感じ。取りたくなくなった。え、なんで？めんどくさい確かに。昨日メイク違った、なんかメイク違った、なんか違うって思った。え、ガチすごいね。下からやけんかなって思ったけど、うん、目が違うってなった。え、ガチすごい。昨日は、うん、なんかその前にメイクさんにメイクしてもらっとって、うん、あー、そういうことか。そう、じゃけ自分のメイクじゃなかった。あ、そういうこと、うん、なんか違うって思って。え、すごい。またあの跳ね上げ時期になったんかと思ってえ、跳ね上げとった。え、なんかね、うん、こうじゃなかったでも。あ、確かになんか、うん、なんかあそこまでではないけど若干みたいな、うん、確かになんか目が強かった、うん、そう、黒マスカラで、うん、超ガンガンマスカラだった。そう思った。そう、今日茶色。うん、でも黒、え、どっちがいい、黒と茶色。茶色。え、マジ。え、なんか、うん、千代さんのあれが消える、いいのが。あ、なんかでもきつくなる。生写真の時黒だよ。何、生写真。マスカラ、あの、アイライトの時。あ、アイラインの問題。うん、マスカラの本気度ガンガンすぎたら、うん、あれかも。マジセラピー、なんか目がきつくなる。まあ、確かにそれはそう。ジョーさんの良さってさ、はーんって感じやそれがなんか強くなるよはーね、はーん感がなくなる。じゃあはーんでいくわ。そういうことか。え、でもあの載せとったやつめっちゃ可愛いと思った。マジ昨日可愛いと思ったやろ自分で。あの、うん、え、誰、え、最近私あの衣装ですのやつ。あれもうあれも、もう撮れた瞬間に、うん、もう載せたくて載せたくて。しかも全身あんま載せんじゃん。載せん。あれはなんか衣装のお披露目やけん、うん、あ、そういうこと。全身載せてって言われた。でもインスタで1枚目に載せとったけ気に入っとると思って思った。もうお見通しで怖いんだけど、うん、だよ。マジでお見通し。そうだよ。あと最近のプリお気に入りね、うん、あ、時間があっという間の吉田さんね暗記室だ。なんで吉田さんだよと思ってあ、おもろ吉田さん。はあ、こういうのは読んじゃダメだよ。なんで無視するんよ教えこういうのは読まない。すごい、今は千代さんに怒られたい人かもしれないから。無視。おもろい。お話し会行ってみようかなっていうコメントを読んじゃダメ読んじゃダメっていう教えを読んじゃダメ。教えをこう言いました。読んじゃダメですおもろ。もう読まんようにしよう、うん、ダメだよショールームも指導してるダメだ。もういろんな指導を受けて待って、あれさ、おもろすぎて寝癖すんごいじゃんあ、やばすぎて、うん、なんかもう、うん、メールが溜まりすぎて、うん、取っとったやつが消えていくよね、うんうんうん、やけちょっとどうでもいいやつ消しよるよ、うんうん、もう見たら、うんうん、あれ残しとる。え、嬉しい。そう、最近の私のメールです。爆発しとった。マジやばかったよね、うん、びっくりした。びっくりした。なんでか分からん、爆発、うん、あ、すごい、受付始まったよ。鍵開け者が並ぶんじゃないあれ何分前から受付するんかね。10分前とか、うん、え、そろそろお礼しよっかね、うん、普通に、え、そう、普通にさ、普通に私服、じゃあ普段着らん感じの私服着て並んだらバレるかな。え、バレるだろ
バレるかな。バレるでしょ普通に。えでもマスクして、うん、え絶対バレる。ちょっと帽子とか被って絶対バレる。私服を皿っぽくないやつ、うん、えめっちゃだってさそんなこう見てこうじゃんみんな。えまあ、そっかそっか。だけど普通にこうやって並んどったらさ、うん、おるって思わんけさ、うん、まあ、今言ったけん当分の間あれやけど、うん、いや並ぼうとしてる、うん、ってやっとったらさ、うん、バレるかなと思う。えバレるでしょ。えさびっくりした。バレるよ。だってさメンバーがすんごいボサボサでさ、うん、歩いとったとしてもなんかわかるくない。あそれはメンバー同士やっけ。うん、あ確かに。やってみたいんだけど。やってみたい。いつかやってみたい。ね、千代さん気づかなそう。はじめましてとか言ったら、うん、ヤッホーって言ってきた。私ヤッホーの時点では気づいてないかも。で終わるの。終わるかなと、うん、私は終わる。サモも終わる。あ終わる。結構やってる。あそうなの。13位もんちゃん、うん、あ私20位からやる。えじゃあ20位からやばいよ。 あいいの。あ私も、うん、20位お茶さん。20位 MK さん。19位地方な大好きボーイさん。お19位つりけんさん。18位めちゃきのこさん。18位太郎さん。17位こはくさん。17位おじゃまるさん。16位あんかけうどんさん。16位ふじやんさん。15位まさひろさん。15位宮川和幸さん。14位中田さん。14位ハイズさん。13位もんちゃん。13位流れ者さん。12位しまちさん。12位ふっくらさん。11位なずなさん。11位ソメヤさん。10位りゅういちさん。10位キョンシーさん。9位すけさん。9位イギータさん。8位中野さん。8位おお中安さん。おお違ったね。7位奥行さん。7位タンクさん。6位浅香さん。6位馬ひとすじさん。5位やじうまさん。5位北江さん。4位ピルスさん。4位ぬくいさん。3位セリアさん。3位ユリアピースさん。スリスリ2位がゆうちゃん。2位かずやさん。1位やかえるサンタさん。1位はよういちさん。イエーイ、イエーイ感謝の極みです。イエーイイエーイイエーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。私は本日ラジオなので皆さん起きてそうじゃん。24時間労働なの。過酷な人生なの、うん、聞いてください。え、まあ、聞かなくてもいいんですけど、うん、まあぜひ起きてたら聞いてください。それでは、はい、終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。頑張ってね。頑張ってね。バイバイ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 。